照明に火が灯りましたナイトゲームの横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対千葉ロッテマリーンズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはベイスターズの先発今永が横浜スタジアムのマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。初球ストレート見送っています。ボール、打ちました。高い打球右中間へ、センター掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている三郎。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターボックス福浦、ツーアウトランナーありません。マウンド上今永、そしてキャッチャーは谷繁。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。これが初球、初球ボール、打ちました。切れました。ファールボールです。インサイド弾き返した打球は右中間へ、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回マリーンズ三者凡退です。マリーンズマウンドに上がるのは先発の佐々木。さあベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは石井、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。緩いボール決まっています。よくコントロールされています。次が3球目、インサイド打ち上げました。詰まりながらも左中間へ、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている牧、佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。さあ6球目は何か、外れてフォアボール。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。追い込まれてからよく選びましたね。そうですよね。初球ボール155キロです。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思う。2球目打ちました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターボックスは4番筒香、ツーアウトになっています。打ちました、流しました。弾き返した打球はレフトへ、ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2回に入ります。マリーンズの攻撃、バッターは DH 落合。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど、さあここからどう抑えていくかも注目です。引っ張った、取りました。一塁を送ります。アウト、ワンアウト。バッターは5番山内、まずはワンアウトを取っています。
高めのボール、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。外に決まりました。ノーボールツーストライクです。追っつけて打ちました。さあどうだ。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には6番バッター有藤、ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド見送っています。次が6球目、変化球で空振りを取ります。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。初球変化球空振りです。ライト方向を流しました。この当たりはどうか。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ベイスターズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。コースですが外れています。ここはバッターが甘い球を待ってますから、しっかりコントロールしないといけませんよね。なるほど。さあどう来るか。外、これは外れた。次が4球目、低め外れています。3ボールになりました。さあ5球目は何か。引っ張った、高い打球レフトへ伸びていく。筒香が抑えて3アウトチェンジです。さあ先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ベイスターズの攻撃、打席には5番バッター村田。ベイスターズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点。高めのボール打ちました。弾き返した打球は左中間へ。ここはフライになっています。打順は6番田村、佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。4球目は何で来るか。見逃して三振になります。ツーアウトになっています。バッターは7番に入っている外。ツーアウトランナーありません。さあ初球は何か。まず打ちをついてきました。スピードボールを持っています。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。2回終わって0対0同点です。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね。素晴らしいピッチングが続いています。アウトコース見送っています。打ちました。高いバウンド、マッキー。おっと送球がそれた。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。
さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ファーストランナースタート、盗塁成功です。ここでこれでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒し、二塁はセーフ。次が2球目、打ちました、切れました、ファールボール。外際どい球、ボールになります。打ちました、高い打球センターへ。この打球はフライになっています。田村抑えてワンアウト。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね、ここでのコントロールミスは許されないでしょうね。その警戒すべきサブロー打席に入っています。このフライは切れました、ファールボールです。外の低め見極めます。高め打ちました、これはスタンドへ、切れました、ファールボール。打ちました、ファールグラウンドで掴んで2アウトです。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあまだ得点圏のランナーを置いた状態ですから、無失点でこの回を追いたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには3番の、打ちました、流しました、ここは打ち上げています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0-0、同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね、そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。空振りです。これが4球目、インサイド、左中間に上がった、ここはフライになっています。これは平凡なレフトフライ。バッターは9番に入っている谷繁、まずはワンアウトを取っています。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。打ちました、ピッチャーゴロです。アウト、2アウト。打順は1番に帰ります、バッター石井。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトランナーありません。アウトコース打ちました、この打球はフライになっています。西岡掴んで3アウトです。この回ベイスターズ三者凡退です。3回終わって0-0、同点です。本当ね、しっかりやってもらいたいですよね。初球は何で来るか、初球ボール、平行カウント、三振です。3アウト、チェンジ、ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。0-0、両チームまだ無得点です。バッターボックス筒香、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。2アウトになっています。アウトコース打ちました、一塁送球、一塁アウト、3アウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。4回終了、0-0、ベイスターズここまでヒットが出ていません。これから5回マリーンズの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号17、三島が2番手としてマウンドに上がります。緊迫感のある中での登板となりました。初球はボールになりました、155キロがいきなり出ました。
打ちました。高いバウンド、ショートゴロ、一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターボックスには9番岡田。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ワンアウトランナーなし。初球コーナーをついてきました。155キロです。変化球空振り。打順はトップに帰って西岡。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。アウトコース、空振りです。155キロがいきなり出ました。高め打ちました。ライトに大きな打球、これはどうか。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。西岡、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトラン。さあベイスターズ先制のピンチです。今日は投手戦になる可能性もありますから、ここはしっかり抑えていきたいですね。なるほど、そうですね。まあピッチャーの彼がこういった状況でよく打たれることがありますからね、ここは自信を持って投げ込んでほしいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。打ち上げた、高い打球、掴んでスリーアウト。先制は許しませんでした。先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。バッターは6番田村。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。次が5球目。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。今のは打ちに行かないといけないボールでしたよね。そうですね。カーブ、すくい上げた、ここはフライになっています。井口掴んでツーアウト。8番バッターオースティン、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。アウトコース打ちました。取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。横浜スタジアムからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。マリーンズ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターは福浦。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、初球打ち、さあどうだ、この打球は落ちそうだ。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ここはうまい。さあベイスターズ先制のピンチを迎えています。まあここはしっかり抑えることで流れも変わってくるでしょうからね。そうですよね。まあこういった場面で力んでしまうことがよくあるピッチャーですから、まあここは落ち着いて自分の投球をしてほしいですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。次が勝負ですね。なるほど、そうですか。ツーボールツーストライクです。インコース見送っています。フルカウントになります。ファウルです。来たー、スタンド一直線、落ち合い、先手を取る一発、ツーランホームラン。ベイスターズ痛い一発を浴びています。4番に一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃。バッターボックス山内。ベイスターズこの回先制点を許しています。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。打った、これはどうか、破りました、センター前。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。
初球は何から入ってくるか、はい、一塁牽制セーフ、また高めの危ないボールでしたね。はい、ここは集中を切らさないようにしていきたいところ。ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、レフト入った、ツーランホームランが出ました。ベイスターズその差を4点に広げられる重い一発となりました。ベイスターズ追加点を許します。4対0、ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに、ベイスターズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の入江。バッターボックス里崎。ベイスターズこの回先制点を与えています。さあまず1球目、最初は変化球できました。あ、これで決まるのか。外れてフォアボール。ホームランの動揺が残っているか。ノーアウトからランナーを出してしまいました。まあフルカウントだったんで、もうちょっと際どければ振ってくれたと思いますけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。井口、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。送ります。ピッチャーが取る。三塁アウト。送りバント失敗。さあそして打席には西岡入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですよね。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール、これもファウル。高めのボール、この当たりはどうか。セカンドランナータッチアップ。バッターは2番サブロー。ベイスターズこの回4点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。ですけどね。そうですね。さあここをしのいでいけるか。空振り、ここはランナーを変えさせません。3アウトチェンジ。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、追いかけるベイスターズの攻撃。9番バッター谷繁、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ベイスターズビハインドで迎える6回の攻撃です。大きく先制されてしまいましたけども、この回すぐに反撃したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。高め打ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。マリーンズここでピッチャーが変わります。マリーンズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、佐々木ここで降板です。これが1球目、高め空振りです。得意のボールでストライクを取りました。変化球空振り、ツーアウトになりました。打席には2番バッター牧、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。ライト方向を流しました。この打球はフライになっています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了4対0、マリーンズがリードしています。7回の表、マリーンズの攻撃は3番ファースト福浦。
打ちました。これはショートが取る。アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー。いい動きでした。赤星さん、今のプレーいかがですか？いや、今の難しかったと思うんですけど、素晴らしいプレーでしたね。これはデッドボールということになります。バッターは5番山内。先ほどの打席はセンターへヒットを放って打ちました。これはセンターへ抜ける。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー2塁1塁。打ちました。痛烈。センターに抜ける。ホームに送球する。これでマルチヒット。ワンアウト満塁です。初球から積極的に振ってきました。ライトへ浅いフライ。タッチアップはどうか。さあサードランナーはどうする。タッチアップ。サードランナースタートを切る。タッチアップできません。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい井口バッターボックスです。まあここはボールになることを恐れ真ん中打った。ボテボテの当たり一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。4対0、マリーンズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブンベイスターズの攻撃に入ります。打った。左中間に強い打球。レフトセンター下がっていく下がっていく。レフトセンター見送った。ソロホームランが出ました。1点返しました。 DeNA ベイスターズ初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。今のバッティングご覧。バッターは4番筒香。ベイスターズホームランで得点を挙げています。赤星さん、ここは追い上げたいですね。そうですね。ここはとにかくつなぐ意識を持って打席に入ってほしいですよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。インサイド落ちました。これはどうだ。一塁へ送ります。アウト。ワンアウトです。打席には5番バッター村田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。打席には6番バッター田村。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトになっています。打ちました。井口一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。7回終わって4対1、ベイスターズが追い上げを見せています。ライト方向を流しました。これはセカンドが取る。アウト。スーパープレイ。この回マリーンズ三者凡退です。4対1、マリーンズがリードしています。8回の裏に入りました。7番から始まるベイスターズの攻撃。ソトがバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。アウトコース打ちました。バッターボックス谷繁。先ほどの打席はファールフライに倒れています。詰まりながらもレフトへ。ここはフライになっています。山内掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたがここは三者凡退に終わっています。これから9回マリーンズの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーが4番手としてマウンドに上がります。
っちりと抑えていきたい場面での投入です。初球ボール。打ちました。サード取った。アウト、ワンアウト。バッターは DH 落合。先ほどの打席はデッドボールでした。ワンアウトランナーなし。初球ボール。スピードボールを持っています。さあ仕留められるか。打ちました。村田、ツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。インサイド落ちました。これはどうだ。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。4-1、マリーンズがリードしています。最終回 DeNA ベイスターズの攻撃です。そしてマリーンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。これが初球。最初は変化球できました。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。掘ってワンアウトです。2番バッター牧、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神小林、ベイスターズ打線の前に立ちはだかります。いいピッチャーですから、ある程度狙い球を絞っていった方がいいでしょうね。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。振っていきましたが三振、2アウトになっています。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。さあ初球は何か。アウトコース、空振りです。打ちました。セカンド取る。これで3アウト、試合終了になりました。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。